ゴリンの話で言うとさ、あのー、松木久流がさ、クラブは OK 出してたみたいなやつあるじゃん。なんなら呼ばれると思ってたみたいな。なあれなんか本当に当日の朝決まってみたいな。で、なんかいろんなやつ読んだけど、さっすみあれって、FC 東京としては OK ですよって言ってで、FC 東京はそういう風に言ったから呼ばれるもんだと思ってたら、日本サッカー協会が遺跡云々で途中で離脱されたとしたらっていうのを考えたと。離脱された場合、遺跡云々では補充できないからと。で、ここを、 そのリスク考えて呼びませんっていう人連絡を入れなかっただけなんだろうね。FC 東京が上がって、JFA が上がって、松木呼びたいんですけど今どういう状況ですか呼んでいいっすよ。わかりました。でも遺跡の可能性あるんじゃないですか。じゃあやめといた方がいいよね。じゃあ松木くり呼びません。っていう連絡をこっちにしてなかったっていう。とえ、呼ばれないのってなったけど、こっちとしては可能性として呼んでいいかどうかを考えただけみたい。だからこれってちょっとほうれん草の問題じゃない ?JFA としては 呼びたいけど、そっから先のリスクとかを考えるのは必要だから。で、FC 東京としては呼ばれると思ってたらそんな聞くんだったら、今までのね、メンバー入る感じもあるし。で、これって、めちゃくちゃあるのよ、サッカー界。この場合は、なんか他の行き違いがあったか,からかもしれないから、この場合は JFA ディスじゃないですよ。この場合はいろいろあっただろうから、ここは置いといて、僕が経験してるサッカー界の話ね。そこ連絡しないんかい、めちゃくちゃあるの。 サッカー界はこれが多いってい、でもどの仕事もあるでしょ、みんな。なんか、今日何してんのって友達から連絡来て、ああ、誘われるんだろうなと思って暇だよって言ったら、その後返信しない奴がいない。いやいやお前、どうすんの飲み行くの行かないの寝ていいのみたいなさ。<laughs> っていうやつあるでしょあれ。で、やっちゃってる人もいるでしょ、多分。悪気なくないみたいなこと。あ、ごめん、ただ聞いただけだった、みたいな。これが、多いのよ、サッカー界って。 でもしかしたらその一個かもしんないし、そうじゃないかもしんないから、今回は、うん。あの、JFA 悪いとは言わないけど、ただ、起きてることは、確認をした JFA と、確認を呼ばれると思ってた FC 東京と、呼ぶかどうかは普通に代表発表見てねって思ってた JFA みたいな。遺跡の可能性があるのでっていうのも、FC 東京がも、え、ないよみたいな。あ、本当にあんのかもしんないけど、あるかもしれないけど、発表してねえし、それって JFA の憶測ですよね、みたいな話じゃん。 でも j a からしたら、憶測で動かなきゃいだって、松木久ー来ました。それで練習やってます。親善試合来ます。テストマッチ来ます。とか本番来ます。直前に、すいません、ちょっと移籍するんで離脱しますって言われたら終わりじゃん。うん、ってなると、それが絶対ない人じゃないとダメだから。うん、っていう可能性の話で、でも可能性すぎるから大岩さん口ごもったところ、山本さんが、いや、ちょっと移籍の可能性あるんでって言ったら、FC 東京が、え、何言ってんのっていう、その <laughs>。 え、何その波紋渦巻くやつみたいな。そう、こういうことなんだよ。まあ、だと思うんですよね。このボタンの掛け違い。お互いがお互いの、この組織をうまく回そうとしてとか、お互いの状況っていうのをスムーズに活かせようとしたけど、考えたことの違いを共有してないことによって、おかしくなっていくみたいなあるんですよね。あつきくりゅうね、マジュロカ。いや、あのね、今のマジュロカのサッカー見てないけど、よく言われるのは、 そのリーグのトップのチームに行った方がボール触れたりとか、攻撃の機会多いからステップアップしやすいって言われますよね。マジュルカが今、一部だとやっぱマジュルカにいると苦しいのよ。あの、久保とか、ああいう、ね、こでなんとかできる選手でも苦しいんだじゃん。だから松木玖生なんか、ね、なかなか、まあそれでボール持たないサッカーで強度勝負とかですごい評価されればいいなって思うけど、松木クリューの持ち味と、あの、行くチームの持ち味がピシッと合ってたら一番いいけどね。 今の日本代表を呼ぶき G リーグの選手は、細谷とか見たいですけどね、僕はフォワード、ね、あのー、浅野のところを誰か他の人に呼んでほしいなと思いますから、<laughs> そう、やっぱ、もう僕自身の好みですからね。で言うと、やっぱり瞬間判断力とか、瞬間的にどこのパスコース切ってとか、どういうプレスしてとか、そういう人を動かしながら自分を動けたりとか、瞬間的な判断力が高い選手とか、戦術理解力高い選手好きなんで、そうすると、 前田とか、あの、浅野よりも、そういうね、組織での守備と個人での能力両方持ってる選手欲しいから、であと上田綾瀬とか細谷とか、古橋とかそういう選手が良くなりますね。まあ、古橋の場合は僕はセカンドトップで、とか、中入るタイプのウィングとかで使いたいですし。でもこれはあくまでも僕の意見なんで、今呼ばれてる浅野とか、あの、前田が違うっていう意味じゃないですよ。森安さんのサッカーだとあの二人呼ぶのは理由は分かってるから。あと誰か呼んでほしい人いたよね。 あてあ、高い、うん、川崎の高いと若くて伸びしろありそうなさ、その、環境を与えるともっと伸びていくタイプ。そういう、プレーのセンスいい子って環境を与えるとどんどん伸びていくし、まあそれでね、態度悪い子だとダメなんだけど。あと、ハンダリクとか山根リクとか、うん。まあこの生配信で褒めるような選手は呼んで、それによって代理人がこの間 A 代表呼ばれたんですよっていうので、売り込みかけれるから。それで海外経験させて一回さ、新トトレーティンとかベルギーのタレつけたり。 そう。オランダのタレつけたりとかすると、そっからね、次のステップ行けたりするからね。松木ュー海外行くのはどこがいいと思いますかいや、意外にベルギーのシントトロイデンですかね。あと意外にセルティックね。うん。あの、松木九流に関しては、そのメンタルの強さとかね、後輩なのに先輩集めて、ね、説教するみたいなエピソードがよくあるけど。 で、あと体の強さとか、リ森山ダだし言われるけど、何がすごいかなっていうのを見てたら、僕見た試合はサウジ戦で4-2-3-1のトップしてやってたんですよ。で、その時の守備の、まあ強度は当然みんな見たまんまそうなんだけど、やっぱりプレスかける、かけ始めのタイミングとコースの切り方とか、フィジカルに先読みがついてるよね。 ああ、このバックパスでこの許さの時にこの角度で寄せられたら嫌だよなっていうところはちゃんとマスキクリを走ってくれるよね。で、あとは3人目の動きがむっちゃうまい。自分スルーして奥の選手にパス行った後にこの選手の折り返し自分受けれるなみたいな、そのシーンが得点シーン以外でもよくあるから、ボールの流れ読みながら、あここでこのスペースにこのタイミングで走り込んだらフリーになれるみたいなのがすげえ能力高い。だ誰に出るのかなと思ったら、和製デブライネになれるポテンシャル持ってると思うんですよ。 だけど、もっとゴール前に飛び出していくイメージだから、日本人で、ね、海外でも渡り合えるぐらいフィジカルあって、賢さあって、みたいな。ゴール前に飛び出していく。あ、稲本だと思って。そう。一番近い選手は稲本なんだろうなと思います。最初は、うん、ベルギーと、まあドイツとか合いそうですけどね、そういう強度で縦にとかそういう求められるところで言ったら、最初ドイツとか、うーん、 ベルギーとか、ドイツはちゃんと松木を使ってくれるようなチームだってよくて、で、ベルギーとかだと、まあ普通に、ね、レベル的にはベルギー、スコットランド、まあ今の日本代表の中盤って、まあこのチャンネルだとそんなざっくりした分け方しないけど、テクニシャンみたいな選手多いじゃん。でも松木クリューはどっちかっていうとそういう選手たちのちょこ,ちょこっとした足元よりも、フィジカルの方がどっちかっていうと表だった武器になってるから。だから、ね、ユニジの試合だと、 トップしたみたいな、セカンドトップみたいな使われるけど、実際は一列低いとこやってほしいですよね。インサイドハーフでダブルボランチ化する位置か、普通にダブルボランチから上がれるときは上がるかとか。全体的にセンスある人がフィジカルつけた感じで、でも足元はまだちょっと硬さ見えるみたいな感じだから。何よりメンタル強いのがいいですからね。本当、松木クリオに関しては、ちょっと後ろ目で育ててほしいなとか思うんですけどね。 マスキクが目指す、今の、あのー、世界のボランチの最高峰はゴレツカかもしれないな。ゴレツカか、ゴレツカになるのか、デブライネになるのか。あとがビダルとかか。ちょっと前だと。うん、ビダルっぽいね。うん。そう、ヘンダーソンもそうだね。そうそうそう。そうだね。キャプテンシードとそうだね。今だと和製ヘンダーソンっていうのが一番合うか。確かに。 精度、ね、最高峰ってわけじゃないけど、いい方の選手で、キャプテンシーあって、どんどん前に飛び出していって、全体的なセンスある。フリにボランチにこだわりはあるみたいですああそれは嬉しい報告ですね。どうしても前のねこの出ていく力みたいなところを使いたいから、もそれによってねボランチだとは何になるかみたいな、多分本当、インサイドハーフがいいと思いますけどね、攻撃的に出ていっていい。 高校サッカー出身の選手でストライカーじゃないのにこんなに名売れてるのすごいな、マスク。確かに。スター性ありますからね。普通にピッチ立っててもなんかちょっと違く見えるし。あとはボランチの選手とか上手かったっすね。てか日本人みんな上手いよね、本当に。めちゃくちゃボコボコのピッチでさ、そ,うそれでよく止めたな、みたいなシーンとかあるから。 you sure.